Z900 は、川崎重工業が製造販売している大型二輪車である。なお、本校では、Z900 の派生車種である Z RS、Z900RS、Z900RS カフェについても述べる。Z900 は2016年11月、イタリア・ミラノで開催された国際モーターサイクルショーでお披露目され、日本仕様は2018年3月1日に発表された。 Z900 は、Z シリーズのミドルサイズのオートバイとして、Z750、Z800 と排気量を増やしながら進化してきたが、Z900 は、トップモデルの Z1000 から、排気量を下げる形で開発が始められた。Z1000 の排気量 1043cc からボアを 77cm から 73.4cm としたことで、Z900 の排気量は948。 CC とした。Z1000 は 220kg から 141PS に対して、Z900 は 210kg から 125PS。日本国内価格は、Z1000 は115200円、Z900 は95400円と、約20万の価格差があり、Z1000 とは明確に差別化が図られている。フレームは Z800 のバックボーン式から、 トレリスフレーム式に変更フロントサスペンションは倒立フォークを採用フロントブレーキはラジアルマウント式は採用されずアキシャルマウント式である派生モデルである RS カフェ等とは違いトーカルは一般的な電球を採用しているがテールランプは LED で Z をあしらった形状となる 先代の Z800 ではシムケチによって ABS 装備、非装備とあったが、Z900 からは ABS モデルのみとなった。生産国はタイ及び日本で各国への輸出はタイからとなっている。Z900RS は2017年に開催された東京モーターショーで発表され、同年12月に日本国内で発売された。Z900 をベースに 往年の川崎の名車である Z1 のスタイルを模したいわゆるネオクラシックモデルである。丸目ヘッドライトやダブルシート、ティアドロップタンクなど Z1 を彷彿とさせるデザインながら最新機能がおごられフロントサスペンションは倒立式、ラジアルマウント式、ブレーキキキャリパーを採用している。メーターユニットは砲弾式であるがユニット中央にはギアポジションや 各インジケーターが表示できる液晶パネルが設けられている。Z900RS カフェは Z900RS にビキニカウルを装備したカフェレーサー風モデル。装備は Z900RS に順ずるが Z900RS。カフェは Z900RS よりややステアリング位置がやや低められている。日本二輪車文化協会は2018年12月19日第1回。 日本バイクオブザイヤー2018に Z900RS を選んだと発表した。昔ながらのスタイルと最新技術を兼ね備えた性能などが一般投票や選考委員から高い評価を得た。Z900RS 話題のニューモデルが東京モーターショー2017でついに発表。川崎一番川崎 Z900RS レビュー。 ウェブ CG 川崎 Z900 RSVS Z900 RS カフェ比較試乗インプレッションヤングマシン平成最後の年に日本バイクオブザイヤー初開催のわけ日刊工業新聞2018年12月20日ありがとうございます